入れていきましょうか。はい、マーカーでね、チェック。じゃあまず2人ともちょっとどんなバッグを持っていくか見せて。私はこのオーストラリアで買った、オーストラリアで買ったの。あ、なるほどね。2人ともね。はい、ひずちゃんは去年もサマーキャンプに行きました。それでピンクのこのボストンバッグを持って一人で行ってきました、はい、でね、今年2回目の参加です。はい、まりちゃんは今年初めての参加です。はい、はい、結構大きいです。ハイキングもするそうなので、ハイキング用のリュックサックですね。ではまず明日用の、お洋服を見せてください。はい、明日用のお洋服はハイキングするからさ、ズボンの方が良くない？大丈夫？うん、ズボンにした。まりちゃんはまず、これだね。あ、えらいえらいえらい。あとカーディガンも入れといた。あ、えらい、カーディガンえらいね。はい、いずちゃんはこの半袖だそうですね。ちょっとゆったりしたズボンだね、これね。うん、念のためちょっとね、例えばそのハイキングで汚れちゃったら着替えられるようにということで、いずちゃん2枚ちゃんと持ってきます。これ帰りのお洋服かもね。そうそう、可愛いお洋服、いいね。はい、そしてレギンスも履いてますね、箱ね。これ靴下も、うん、靴下3個。えらい、ちょっとマリちゃんよりえらいけど、いずちゃん偉い。そっか、汚れちゃうもんね。うわー、まりちゃんより偉いですね。じゃ、まりちゃんはちょっとよく考えた方がいいと思うので、ワンピースじゃないものをちょっと用意したらどうかなと思います。はい、ちょっとさせてください。うん、いいよ、チェックしていい、チェックしていい。はい、まりちゃんはちょっとね、いずちゃんに習ってなんか取りに行きました。はい、で次、これレインコートです。いずちゃんとね、まりちゃんはレインコートどっかになくしちゃったみたいで、急遽アマゾンで頼みました。で、明日届きます。届かなかった時のために、これミナくんのやつ、ミナくんのレインコートを一応入れといてください。はい、半袖は真ん中に線がつかないように畳むんだよ。はい、じゃあジップロックに入れる作業をするのと、畳む作業をするのと、ちょっと少しずつやっていきます。はい、まりちゃん、どんな服かみんなに見せてあげてください。ハイキング用のやつが大丈夫？そんな足見えるやつで大丈夫？あ、大丈夫。はい、半袖ね。はいはいはい、半袖で大丈夫？大丈夫。はい、じゃあと長い靴下じゃなくていいね、ハイソックス。大丈夫です。はい、オッケー。じゃあジップロックに綺麗に畳んで入れてください。はい、まりちゃん、そうすると真ん中に線ついちゃうから、畳み方お店みたいにできる？はい、じゃあ次は帽子です。ハイキング用の帽子、これ。まりちゃんはこの茶色ね、本当はパパのだったけど、まりちゃん意外とぴったりだったんで、こっちがいいそうです。で、いずちゃんはこのコールマンの超可愛い赤のハイキング用の帽子ね。これ海でも使えるね。もうそんな感じになるね。当日早いです。朝7時ちょっと前に出ます、家を。はい。はい、そして次はシャンプーとボディーソープ、トリートメントのセット、これをこの中に入れましょう。これ無印のね、トラベル用のバッグで、すごい使えるんですよ。この中に、そう、あいずちゃんね、サンディーファンも持ってきます。これじゃあちょっと工夫してこの黒いバッグに入れてごらん。モカちゃん入っちゃいそうだね、そのバッグ。確かに入る。モカちゃんいろいろ気になるね。次はお菓子です。お菓子も持ってきてって言われたんですけど、これいずちゃん、ゆうちゃんかわいい、ポテコとか、このね、歯にくっつくやつとか、コーラ、ラムネ、あとなんだこれ、ゼリーか、ゼリーだね、縦に長いゼリー。ガリちゃんはこのハッピーターンとゼリーです。ゼリー、あー、この長いゼリーを2本、それだけでいいのかな。うん、楽しいだね。1泊2日なんですけどね。はい、 T シャツ3枚、2、3枚って言われてるので、このタイプの T シャツちょっとミナ君にも借りたんだけど、これを持ってきます。これマリちゃんね、ありがとう。じゃあここ置いとくね。これ入れちゃった。ベイズちゃんはこの3枚にしましたね。はい、はい、じゃあ次、これ低刺激のタイプの、ちっちゃい子からも使えるっていう風に書いてあったから買ってきたんだけど、子供からね、この虫除けスプレーを持ってってください。これね、虫に刺された時に塗るやつ、いつも黄色いやつで金柑って書いてあるやつで塗ってたけど、刺されて痒いなと思ったところにそれ塗っといて、すごいいい香りがする。このスプレーもマリちゃん持ってっていいよ。イルちゃんにも使わせてあげて。次は歯磨き粉です。歯磨き粉買ってきました。おお、ありがとう。うん、これパパも使っているガムのやつね。これすごいいい UV カットのやつ買ってきたから、これしっかり塗ってください。それも名前貼っといていいからね。あ、多分なんかみんな持ってくるから、ごてごてになっちゃったら困るから。あ、ね、はい、わかりました。あいずちゃん上手、すごい上手にパッキングしたね。これイズちゃん、イズちゃん用、イエーイ。子供のキャラクターではあるんだけど、あ、アリエル。そう、アリエル、めっちゃ可愛くない？可愛い。で、溶かしやすいよ、溶かしやすい、すごい。あとこっち側も紫色。そう、溶かしやすい。ほんとだ、え、めっちゃサラサラになる。そう、だからそれイズちゃん持ってって。はい。で、マリちゃんはこの口、あ、それあった。あ、じゃあそれ持ってって、それ持ってって、使ったやつ。あ、じゃあそれ持ってって。で、ドライヤーも必要ってあって、ドライヤーないらしいから、うちもドライヤー
少ないのね、2つしかないから、あのこれを2人で使ってほしい。ありがとう。うん、これこの年季の入ってるダイソンのやつ、はい、これどうする？これ重いからまりちゃん持って、あの申し訳ないけど、いずまりちゃんの方が体が大きいから。ジップロックに入れる？うん、そのまま入れてもいいし、どっちでもいい、あのジップロックに入れてもいい。持ってってもいいよ、この袋。あ、なんかお風呂に行くときに下着とか入れられるじゃん。で、次寝癖直しね。これはまりちゃんに任せる。これジップロックに入れるのと、はい、懐中電灯も持っていきます。懐中電灯一人一つね。で、まりちゃんのは今日届くから、アマゾンで昨日頼んどいたから。で、いずちゃんはこのサングラスも持っていきます。で、はい、いずちゃんのサングラスこんな感じですね。持てるっしょ、皆さん。持てる？大丈夫？大丈夫。うん、化粧水ね、あの日に焼けたりとかしたらね、あの乾燥するので、この化粧水も買ってきました。この L サイズ買ってきました。あとはまりちゃん、歯磨きセット持った？あ、持った。いずちゃんの歯磨きセット、これね、これディズニーシーだからランドで買いました。コップ付きです。うん、みんなに見せてあげて。そうそうそう、これがコップになりますね。それでクチクチクチペンする。で、これ歯ブラシも新しいやつにした、袋に入ってる。化粧水があった。よかったよかった。じゃあそれに入れて。何入れるの？これには歯ブラシセット、うん、うん、ダッフィーのね。なるほどね。このちっちゃいポーチついてた、はい、だよね。キーホルダー。あとこれも入れて。あ、うん、綿棒だ。と綿棒とリップ。リップだ。うん。あとこれね、まりちゃんのヘアゴムです。はい。ありがとう。まりちゃんすごい可愛いキーホルダーつけてるんですよ。ね、友達からもらったの。オーストラリアのお土産で、ね、ね。うん。次はパジャマです。これはまりちゃんのパジャマだね。うん。はい、これあの GU で買いました。超可愛い。可愛いよね。うん。これ友達のそれだった。あ、それだった。よかったね。はい。いずちゃんのパジャマはこれね。これも GU で買ったよ。じゃあこれもジップロックね。あとフェイスタオルとバスタオルも持ってってもらいます。これまりちゃんの歯ブラシ OK、 シャンプーもボディーソープも OK、 リュックサックも OK、 懐中電灯は今日届く。今日届く。筆記用具で、これいずちゃんのフェイスタオルとバスタオルです。大変でしょ、自分で用意するの。これ何無理。ハンカチこれね、2人ね。あとティッシュも持ってってもらいます。ティッシュ結構時間かかりそうだね。他は水筒当日持ってくって感じだね。酔い止めはいらない。筆記用具何持ってきますか？アリエルのやつです。これここがシャカシャカするのがあって、キノピオのキーホルダーもつけてます。中には 0.3 の芯のシャーペンが入ってます。こんな感じ、可愛いでしょ。これ出てきます。これでサンリオのキーホルダーもつけてます。感情的と、あとポチョッコかな。シャンボン持っていきます。ピンクのペン2つ、青鉛筆、赤鉛筆、どっちも持ってきます。定規、サンリオの。大変。ゆうさんね、国立教室着いたって。早っ。もうすぐ始まる。さっき着いた。あと30分で始まっちゃうじゃん。そうだよ、30分で早っ。さっきは見て見て、ほらいいの。すごい、めっちゃかっこいい。結構前だね。ほらかっこいい。うわ、かっこいい。チロス食べてる。いいな、する。よし、入った、やっぱあと30分じゃん。大丈夫だよ、間に合う間に合う。大丈夫だよ。で、6時半から始まるんだけど。6時からだよ。でも、ね、でも少しはくれたっていいじゃん。最初は多分選手紹介とかじゃない。うん、素晴らしい。早い。あ、早い早い。いっちゃん、うん、忘れてた。忘れてた。タオル入る？大丈夫かな。入る、入る、大丈夫。入ります。あの、くるくるってやる？くるくるって巻く？何それ、いらないんじゃない？ いらない、それ置いてっていいよ。はい、置いてっていい。あの、無駄な荷物はどんどん置いてって。はい、ね。で、ジップロック多めに持ってってもいいよ。あと2枚とか持ってってもいいからね。重いでしょ。マリちゃんは入りそう？あ、壊さないでね。そのなんかすごい壊れそうな。なんかすっごい重たいんだけど。どうする？まあドライヤー入ってるからね。ドライヤーバックパックに入れてもいいと思うよ。え、パジャマ忘れてた。パジャマ入れないと。大丈夫？最悪もうバックパックに入れな。うん。あと仕上げは絶対持ってってください。はい。で、なんか汚れたものを入れる袋とか。はい、じゃあできたかな。大丈夫そう。大人数で遊べるようにウボンゴン持ってきます。あ、いいじゃん、いいじゃん。これ面白い。これ絶対遊べる。はい、タイムテーブル、スケジュールを紹介します。はい。1日目は、うん、9時に挨拶とレクリエーションします。自己紹介とかグループアートとかそういうところね。うん。で、10時に自由時間になります。もう自由時間、フリータイム。で、10時30分に巻き割り。うん。パン。英語でなんて書いてある？ Ooze Champion Experience っていう巻き割りをやります。うん。で、11時に
朝食の準備、カレー作りですね。おお、英語はなんて書いてある？それを読めないとね。Prepare for lunch。 Prepare for lunch かわかんないけど、そうかして、うん、で、12時に朝食、ランチタイム、うん、で、1時間食べてから片付け、うんうん、そして、午後2時、14時にバンガローへ移動します。宿泊施設、泊まるところだね、うん、で、15時、午後3時にレクレーションっていう遊びをします。おー、いいね。はい、なんだろう、楽しみ、楽しみだね。うん、なんだろう、ダンスだな、ダンスとかやるんだ、ダンスで、また16時30分、午後の4時の30分に自由時間になります。17時、午後5時にバーベキュー、キャンプファイヤーの準備をします、うん、バーベキューだって。やったー、よかったね、バーベキュー、うん、19時、午後7時にキャンプファイヤー。おー、やったー。ゆずちゃん初めてキャンプファイヤー？うん、あ、やったことある。あ、2回目か、あ、去年もやったんだね。マシュマロ焼くのかな。あ、マシュマロね。20時にシャワーと洗面、うん、おー、いいね、いいね、汗かいたからね、うん、で、9時には寝ます。午後9時には寝ます、うん、林間学校の時10時だったんだよ。おー、まあちっちゃい子もいるからだね。2年生から参加 OK だからね、今回ね。だから今回みなくんはいけないんだよね。そして次の日2日目。あ、2日目ね。朝7時に起きます。うん、朝の7時半に朝食、結構早いね。早い、朝ごはんいっぱい食べな、うん、お腹空いちゃうからね、ハイキングすると。そうだよ ね。朝の8時半に荷物の整理、バンガローの清掃をします。おー、それ大事だよ、クリーンアップ、クリーンアップね、ちゃんとね、あの英語の本も読んでくださいね、まいちゃん。はい、朝の9時半に本館へ移動します。本館っていう大きいね、プラネタリウムとかが見られる、私が林間学校で泊まったところです。うんうん、4階まである。おお。朝の10時にスタンプラリービンゴ、ハイキングをします。やった、すごい、楽しみ。12時に朝食、うん、ランチタイム、お昼ご飯食べます。13時、午後1時にレッスンタイム、うん、午後2時、14時にプラネタリウム見ます。プラネタリウム、うん、15時にパフォーマンスタイムだって。おお。パフォーマンス、夕方4時がザリガニ釣り。おお。おお。プレイフィッシングで、17時にクロージングセレモニー、解散、閉会となります。めちゃめちゃ楽しそうね。ということで、まりちゃんとゆずちゃん、いろいろ学んできてくださいね。英語をね、はい、結構ね、使うと思うので、英語を覚えてきてね。はいはい。じゃあ、起床はなんていう？起きる。ギャラ。そう、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。ギャラは見てくれてありがとう、バイバイ。はい、今、懐中電灯とカッパが届きました。はい、レインコート届きました。これはアリサナで買った140のね。こんな感じです。はい、じゃあいいじゃんいいじゃん。はい、いいね、いいね、いいね。こんな感じで映りますね。うん、じゃあこれを今からじゃあストーンバッグに入れよう、ね、はい、はい。